はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。今回ですね、急遽撮らせてもらってるんですが、今ご覧いただいているこのチャンネルについてを簡単に説明させていただきます。今日1月10日に今撮影をしているんですが、昨日、見ていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、TBS さんの昼帯という番組に生放送で出させていただきまして、ありがたいことにすごいたくさんの、反響というか、ご連絡をいろいろいただきまして、質問がすごく多かったんですね。多分それをきっかけで見ていただいた方が多かったと思います。その中で、質問で多かったその科目のが何があるのか、で、レベルはどれくらいなのか、どうやって使えばいいのかっていうのと、あなたは何者なのかっていう、その4つの質問に答えていきますので、手短に済ませますので、よかったら聞いてみてください。で、まず1個目です。科目についてですが、まず小学生が3年生から、6年生までの算数です。ただ下の方の学年3、4あたりは全部はまだ揃っていないところもあります。はい、5、6年生はだいたい揃ってるんですが、ひとまず小学生は算数のみです。で、中学生は、国数、英、理、社、5科目一応全部揃っております。で、高校生が数学のみです。数1、数 A、数2、数 B ですね。その4つ。で、ちょっと抜けてるところもあるんですが、基本的にその4つを取っております。で、それに合わせてレベルなんですけども、基本的には学校の授業、つまり教科書ですよね。で、習うことを全部取ってるといった感じです。例えば有名な問題とか難しくて有名な問題っていうのをピックアップで取っているのではなくって、じゃあ中学校の歴史の動画、多分90本ぐらい歴史であるんですけど、それを最初から見ていただいたら、皆さんが実際使ってる教科書の内容が一応全部網羅してる、全部終わったことになるっていう風な取り方をしております。なので基本的にレベルは、教科書レベルですね、まあ、基礎レベルと若干難しいのをたまに入れてますが、そんな感じです。で、中学生に関しては他に受験対策動画というのを撮っております。で、それは実際に高校受験で出された問題、ほとんどが実際の問題ですね。まあ、模試とかも使ってますけど、だからちょっとレベルの高い問題を取り上げておりますので、そちら興味ある方は高校受験対策っていうのを見てみてください。で、使い方についてなんですが、YouTube を普段使い慣れている方は、再生リストというのが作ってありますので、それを使ってもらえたら一番いいんですが、普段 YouTube 慣れてない方もいらっしゃると思います。その場合はですね、今そこに書いてあります、数字の19にアルファベットの CH です。まあ、塾チャンネルっていうものなんですが、そちらが、管理されているのは別の方なんですけど、公式のというか、私のホームページになります。で、そこには、例えばこの科目とか何年生のっていう検索がすごくしやすいものが出来上がってますので、YouTube で普段慣れてない方はそちら検索していただいて使ってもらえると分かりやすいかなと思います。自分の動画って最初に問題が映ってるものがほとんどなんですが、それをプリントアウトして使うこともできますので、その塾チャンネルの方では。もしね、使えそうだったら使ってみてください。で、最後に何者なのっていうとこなんですが、まあ、一応、名前が葉っぱの葉に数字の1で、ハイチという名前で活動しております。本名ではありません。で、年齢は31歳で、3月で32になります。はい。で、東京学芸大学っていうところを出ておりまして、一応、教員免許は小学校、中学校、高校の3つは持っていて、営業マンをちょっと、まあ、1年弱、そこまでやって10ヶ月ぐらいか、やった後に塾講師を、まあ、丸3年やりまして、独立して、今の活動に至る感じでございます。なので、特別すごい有名な講師とかではありません。普通にその辺のおっちゃんだと思っていただけたら大丈夫です。はい。といった感じで駆け足になりましたが、ひとまず、2017年1月10日現在はそのような形になっておりますので、多分初めましての方多いと思うんですけども、よかったら今後もね、勉強のお供に使ってもらえたらと思います。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。